川城公園は、兵庫県丹波市山南町植え滝にある公立の公園。篠山側に架か,かる全長90メートルの吊り橋や、キャンプ場があり、桜の名所になっている。約500メートル北西方向には、丹波流の里公園があり、さらに遊歩道に沿って500メートル進むと、球場、久月村営城滝発電所記念館、球場、久月村営水力発電所跡と、 丹波流発見の地がある。旧氷上氷山南町立川大公園として開園。その後、2004年11月1日に、氷上群の氷上町、柏原町、青垣町、春日町、三南町、市島町の6町が合併し、丹波市が誕生した。旧町域は丹波市三南町となり、公園の名称も丹波市立川大公園になる。 公園の面積は約6500平方メートルあり、うちキャンプ場は1500平方メートルある。川をまたぐ長さ90メートル、水面から9メートル高さの吊り橋があり、吊り橋からは、篠山総群の地層と篠山川の水流、川城渓谷の風景を見ることができる。春は桜、夏はキャンプ、秋は紅葉と四季折々の景色も楽しめる。特に桜の名所で、 丹橋観光百選桜の名所部門に選定されている。毎年4月上旬に川城桜祭りが開催されており、2019年4月7日には第33回川城桜祭りが開催された。無料駐車場や水事棟、水洗トイレは整備されているが、遊具やシャワー設備はない。公園近くには2015年3月29日オープンの 丹波竜の里公園や1963年まで活躍していた球場、久下村営場滝発電所跡があり、無料で入館できる。また、直下の篠山側には2006年8月、丹波竜発見の地がある。丹波竜は、1億2000万年から1億4000万年前に丹波市に住んでいた草食恐竜、ティタノサウルス類。山南地域では、 篠山川での世界的にも貴重な恐竜化石などの発掘が進められ恐竜化石の発見を契機に丹波竜化石工房、チータンの館や元気村か、三笛などの交流拠点が整備され丹波竜の里として町づくりが進んでいる。周辺道路の整備も進み2019年3月17日には川城1号トンネルが開通している。 川城恐竜街道と名付けられた県道市の山山南線周辺では地元住民による化石を生かした多彩なイベントが行われている。市丹橋山南町は兵庫県中央東部に位置し、神戸との距離は約 50km、大阪、京都とは約 70km。中国山地の東端に位置し、山地を主に河川が刻む谷底平野や盆地を有する地形 市内最高峰は、市北西部に位置する標高962メートルの、属鹿山。瀬戸内海へ注ぐ加古川水系及び、日本海へ注ぐ由良川水系の最上流に位置し、本州で最も低い海抜95メートルの中央分水海が存在する水は彼の地として、有名。気候は、瀬戸内海型、内陸型気候に属し、年間の寒暖差。 昼夜の温度差が大きく、秋から冬にかけて発生する丹波地域の山々を、包む朝霧、夕霧は、丹波霧と呼ばれる。川城公園付近は、450メートル前後の山々に囲まれた篠山川沿いにあり、標高は駐車場付近で158メートル、キャンプ場付近で143メートルある。川城渓谷と、恐竜化石、川城渓谷は、 篠山主流近から一級河川の加古川に合流する三南町、茨まで約3 2メートルの篠山川のうち三南町上滝付近の東西4トルにある。基岸解析に水流が引っかかり、激しい水流により長い間にできるポットホールが見られる。白秋前期の篠山総群の地層と篠山川の水流が織りなす豊かな自然と美しい景観を有している。 篠山総群は砂や泥、火山灰が重なり積もった地層で丹波笹山市と丹波市の一部にあり、恐竜など貴重な化石が発見されている。球場、久下村栄城滝発電所跡付近で2006年8月に、白秋前期の草食恐竜、丹波竜が地元の地学愛好家によって発見され以後、発掘調査が続けられ1万8000点以上の 化石が発見されている。化石は丹波流化石工房チータンの館に展示されている。県道市の山山南線は川城渓谷に沿っていることから、伊原交差点から大山下交差点までの全長1 8トルの区間を川城恐竜街道と呼んでいる。川城公園付近の地図、ありがとうございます。